はいどうもこんにちは、ブーチャンネルでーす。今回は、この新しくね、本実装されたモグ MOG ですね。こちらの新ステージかな、鉱山に出てきたクリスタルチャンバー、最初ね、まあ余裕だろうと、チャレンジステージ以外は余裕だろうと思って、入ったらボコボコにされたクリスタルチャンバーね、結構ね苦戦してる人いるかなと思ったので、まあ、ちゃんとやればね、普通に勝てるんですけど、思ったより強敵でした。はい。なので今回は攻略動画ということで、こうしたら、勝ちやすいですよというのをね、皆さんにお伝えしていこうかなと思います。まずね、前提として、エキシアの強化段階について、確定枠が攻撃力、攻撃速度、復活回数。一番上ね、発射体の大きさ取っちゃってるんですけど、これ取らない方がいいです。はい。まあ、後々も説明すると思うんですけど、まあ、発射体の大きさを取っちゃうと、敵の弾が見えなくなるんですよ。はい。めちゃくちゃ、厳しくなるので、取らない方がいいです。もう一枠は、まあ、なんでもいいんですけど、個人的には HP、防御力どっちか入れればね、まあ、少しは安定するかなと思います。で、こっからね、武器についての注意点、まあ、プラスおすすめ武器の話になるんですけど、まずはね、さっきもちょっと出ました。視界を奪わない武器が、最優先です。視界奪わない、プラス、まあ、敵に直接攻撃を与えられるような武器が、だいぶおすすめになります。まあ、とりあえずね、まあ、好みはあると思うんで、まあ、こっちの武器の方がいいよとか、まあ、あると思うんですけど、とりあえず今から紹介する武器を取ってれば、うん、まあ、勝ちやすいかなと思います。まあ、まずは絶対に取りたい武器2つ。はい、こちらですね。フォーミングレーザーと、ロケランの合体アイテム。それと、タクティカル AR。これ、スノフォアの武器ですね。ちょっと、タクティカル AR が、ちょっと言えてないね。はい。この二つ、最強武器です。なので、まあ、ここはね、絶対に取りましょう。で、その次に取りたい武器。はい、こちらですね。今回の動画では、ジェットミサイルとエネルギーマイン、使ってるんですけど、まあ、エネルギーマインね、正直、ショックリフレクターの方が良かったかなって、まあ、思ってます。はい。まあ、でも、まあ、この編成でね、一応勝ててるんで、まあ、ちょっとエネルギーマインが見づらいよとか言う人は、リフレクターの方が、まあ、だいぶ画面的には、見やすいかなと思うので。はい、ジェットミサイルもね、一応画面は、埋め尽くす系の武器なんですけど、飛翔物のね、大きさ、攻撃物の大きさを取らなければ、そんなに、多分、まあ、邪魔にはならないと思うので、うん、まあ、おすすめはリフレクターとジェットミサイル。まあ、その次にエネルギーマインとかかな。はい。まあ、あとはね、エネルギーソード。これも視界を遮らずに、あとエイムが必要ないので、ある程度近くに寄っていれば、ダメージが出せるっていうので、エネルギーソードもね、なかなか優秀かなと思います。まあ、ね、武器はこの辺で。スキルなんですけど、このね、スキルたちね。一個だけ何回やっても出なくて、この、埋まってないのが攻撃速度なんですけど、まあ、今、ここにね、丸つけてるやつ。丸つけてるやつが取れたらめちゃくちゃいいです。はい。結構レアスキルというか、攻撃力に直結したり、まあ、生存力にめちゃくちゃ直結する、まあ、スキルなので、積極的に狙っていきたい、モジュールかな?モジュールですね。はい。で、まあ、時点で、この黄色い丸をつけたところ。で、さっきも話してるんですけど、拡大はね、見えなくなるので、敵の弾がね、取らないようにしましょう。で、三角つけたのは、移動速度ね、まあ、取ってもいいけど、まあ、ボス戦の時に、足が速すぎるとちょっと避けづらくなったりするので、まあ、取らない方がいいかな、よりの、感じで移動速度は三角にしてます。で、ここからはね、立ち回りの話なんですけど、知らない人のために一応、説明しようと思います。知ってるよって人はね、ある程度飛ばしてもらって結構です。はい。このゲームね、ボス、このチャレンジステージ以外のボスは、ボス中でも雑魚敵が湧きます。はい。なので、画面にね、まあ、出てるんですけど、3分、まあ、6分、どっちでもいいんですけど、好きなタイミングで、ボスを無視して、ガン無視して、まあ、上下どっちかに突っ走ってください。どっちかに、突っ走ってもらって、経験値を稼ぎます。でね、欲しい武器とか、欲しいモジュールを完全に揃えてから、ボスに挑むっていうのが、まあ、鉄板になるかなと思います。攻略的には。武器もね、本家のヴァンパイアサバイバーズと違って、レベルアップで進化できるので、わざわざね、箱を取んなくても。まあ、レベリングしてね、揃えてください。
はい、で、こっからね、ボス戦の立ち回りですね。まず大事なこと、ゲームスピードをね、1倍に直しましょう。ここで多分ね、2倍とかでやってると思うんですけど、忘れずにね、1倍にしてください。瞬殺されます。でね、最初、クリスタルチャンバー、ね、こうやってね、動かない状態なので、ここはもう本当に攻撃のチャンスです。はい、弾だけしっかりと避けて、ダメージをね、入れていきましょう。はい、この辺はね、しっかり弾を避けるしかないので、頑張ってください。で、ここもしっかり当てて、この攻撃、この、ワープ攻撃、これ自分一回死んじゃったんですけど、これ本当に凶悪なので、はい、これね、クリスタルチャンバーにぶつかっちゃうと、大ダメージを受けてね、死んじゃうので、この攻撃は、とにかく気をつけてください。この時のために、この EX の、スキルをね、しっかりと厳選しておくと、ここですごく楽になります。で、このワープ攻撃が終わったタイミングで、このなんか柱みたいのが出てきます。で、これ、この時はね、自分、壊せると思って壊そうとしてるんですけど、これ遮蔽物になります。弾の。これ気づかないよね、最初ね。これ気づかないと思います。たまたまね、自分気づけて、裏にね、回って、避けれてるんですけど、はい、これ遮蔽物です。しっかりとね、この裏に隠れて、敵の弾幕をね、はい、やり過ごしましょう。で、もしかしたら、攻撃パターンが、まあ、いろいろあるかもしれないんですけど、まあ、特にね、今の遮蔽物を使うっていう攻撃と、瞬間移動だけね、気をつけてれば、まあ、あとは普通に弾幕避けるだけなので、まあ、雑魚をね、召喚してくる、この、行動もそんなに強い行動じゃないので、はい、それだけね、注意していれば、あとは勝てると思うので、皆さんね、頑張ってみてください。もうあとはひたすら、きつい人は EX のアップグレードで、復活回数ですね。あの辺を、取れたら、全然難易度変わると思うので、まあ、やっぱりこの、ステージ上で取れる復活回数、今回取れてますけど、運よく。まあ、レアスキルなので、あんまり見えないと思うんですよ。取りづらいと思うので、確実に、お金を使ってね、取れる EX 強化を頑張って厳選するのも、まあ、近道かなと思います。まあ、金策に関しては、まあ、新しく動画を出すのもちょっと、面倒というか、なので、ここで言っちゃうんですけど、シミュレーションルームの、第2ステージかな、レベル2で、15分のボスを、さっきね、ボスで、武器をね、厳選するためにボスから逃げてくださいね、っていう話をしたと思うんですけど、そこでね、またどっちかに逃げてもらって、逃げ続けて、ある程度逃げたら、まあ足を止めたりして、お金を稼いでっていうのをやればね、めちゃめちゃお金貯まるので、まあ、それをね、試してもらえれば、お金の方はね、だいぶ貯まりやすいので、ぜひ皆さん、金策の方も頑張ってみてください。はい、というわけでね、ためになったよ、良かったよって方は、ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、教えてもらえると嬉しいです。ではではまた次回の動画もしくは生放送でお会いしましょう。またね。